皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は信長の野望大使、信長プレイ続きをやっていきましょう。ご覧の通り、もう信長大勢力を誇ってますんで、このまま進めていきましょう。で、こうなってくるとですね、いよいよクリアを、見据えながらのプレイになってくるかなと思うんですが、すでに二条五所を抑えてますんで、あとはね、過半数の国を、信長の勢力下に収めればいいということで、あと三つか四つの国をね、取ればいいかなというふうに思いますので、標的をですね、もう完全に北条に定めていきたいと思います。もちろん島津が侵攻してくる、あるいは長宗我部から城がかすめ取れる、大友も取れるっていうような状況になれば、並行して、軍を起こしていきたいなというふうには思うんですが、いかんせんね、今3月で兵糧が20万しかないので、ここはまず北条を攻略しながらというところを見据えていきたいと思います。ただ北条もね、強いんで、まあ、北条をね、叩きながら、できれば大友もね、視野に入れていきたいというふうに思っています。特に北条はね、軍勢の数が多いんで、1回2回戦ったところで、動じるようなところではないというのもあるんですよね。干ばつ被害が起きたか。まあ、ただ、豊作でなんとか逃れたって感じかな。もうここはもう、お米最優先ですからね。米がなくなって島津と親善ができなくなったか。まあ、島津との親善はおまけみたいなものなのでいいでしょう。まあ、ここは正行の案を採用して進めていきます。収入増加大。まあ、今、どうしても欲しいのがお米なんで、これは早速やります。あとはね、延命が入ってきましたけど、これもうちょっと早めに提案してくれれば、前回死んでしまった真田幸高。で、前々回死んだ信玄。このあたりがもしかしたら存命できたかもしれないですね。まあ、ちょっと残念ではあります。北条と上杉が一旦兵を収めてるので、今、北条に兵を出すよりかは、どうでしょうね。一旦は、大友の方に、兵を差し向ける方が、いいかもしれないな。山田と長宗我部も、合戦を止めたな。まあ、このあたり、おそらく兵糧がお互いなくなってきてるんじゃないかな、というふうに読み解けるところではあるんですが、そうなると、大友と島津の関係確認しておきたいですね。大友は特に誰とも結んでいないか。であれば、大友を先に攻略するっていう手はありますね。兵を起こしましょう。信玄から兵糧5万7000か。6万近い兵糧を送ってくれる信玄、太っ腹だな。安藤家は南部家によって滅ぼされたっていうことは、南部家が勢力を拡大してるな。
で、大友和平を出してこないところを見ると、兵糧が切れてるな。これ以上、チャンスはない。城をかすめ取れるだけかすめ取っておきたいですよね、今。兵糧が切れている間に。まあ、エケイがね、毛利を倒したことによって入ってきてるので、これをうまく使って総領外交が今後展開できるって形になってますね。報告いたします。先月の収支でございます。どうなんだろう。赤松はまだこちらの傘下に加わるつもりはないのかな。心中してほしいけどね。じゃあここは大友軍を一掃しましょう。ここで大友との決戦に勝利できれば、大友を倒すのはたやすくなりますからね。軍師遊撃ってなんだっけ？ちょっと見とく？一部の部隊を強力に補佐させる。あ、そうだったね。軍師の周りの部隊が強化されますよね。味方は鉄砲隊で固めているんで、敵が接近してくるのを待って、一気にこれを撃破しましょう。始めるぞ。ご命令を。お覚悟願おう。ご命令を。始めるぞ。覚悟せよ。敵の居場所が知れました。やりたい。はい。ここで雨か。全く嬉しくないな。しょうがないね、とはいえ。雨のタイミングが悪かったな。もう今から本当に一斉聖者できるっていうタイミングで雨ですからね。敵の方は敵中突破を図ってきてるな。ここはちょっと鉄砲隊の利点が活かせないまま乱戦に持ち込まれるな。雨さえ止んでくれればというところなんですけどね。
策がございます。ゲチ、始めます。その首もらい受ける。足軽隊、前へ放て。敵の居場所が知れました。さあ、雨が止んだ。そしたら一気に鉄砲を打ちかけていこう。ちょっと陣形を乱しているんで、うまく鉄砲隊が機能しない可能性はあるんですが、というか実際機能しないね。いや、鉄砲隊の利点が全く活かせない泥試合、乱戦に持ち込まれちゃったけどしょうがないね。鉄砲がここから射程が届くっていうのがすごいな。望月隊は一旦引かせたい気もすんだけどな。もうどうしようもないね、ここまで来ると。望月隊が改装したか。あとはちょっと敵中に孤立するのは怖いので、キッカーを後ろに下げましょう。
ある者がいるようです。ご命令ください。策がございます。ゲチよ、お覚悟願います。愚か者には死あるのみ。やりたい。前。この戦これからぞ。我が策ご覧ください。我が策ご覧ください。策がございます。我が策ご覧ください。策がございます。我が策お聞きくだされ。ここで陣を全部潰されますね。ただこれで決まるはずだ。ちょっと手こずりましたが、これで大友を壊滅させることができたので、再び軍を起こすとしても、今回のような3万4万規模の軍勢は多分もう動員できないでしょう。そうなれば、この機を逃さずに一気に兵を派遣しちゃいましょう。もうスピード勝負ですね。さあここでお互いの陣営に兵糧が補給されるので、さらに他の大名家の動きも気になる。赤松との同盟が切れたけど、赤松はねもうこのまま攻めてしまってもいいかなとは思ってます。一向にこちらになびく気配がない以上、赤松も成敗の対象だな。撃とう。そうか、今支援関係にあるってそういうことか。となると赤松とはもうちょっと立って合戦が終結するまではどうにもならないわけだな。で、総林を、これは、こうなるとあれだな。島津と城の奪い合いだな。島津に1個城を奪われる形になるな。ってことは最後の城だけはどうしても取りたいので、最後の城を奪われないようにだけは気をつけましょう。大友最後の城は絶対に奪われたくない。報告いたします。先月の終始でございます。これより表情を行う。これで表情を終える。逃がしゃしないぜ。
よし、元春が城を落としたので、元春の軍勢7万は、もう開兵しましょう。騎乗させます。で、信忠はこのまま強行して、最後の城を落としましょう。で、北条と上杉が合戦を始めたので、ここはこれに乗じて北条に兵を出しましょうか。これでまたね、大友傘下の強力な武将たちが一気に入ってきてくれたので戦いやすくなりますね。では信忠も開兵します。終始でございます。取引を行いましょう。まずは兵糧と鉄砲を買っておきましょうか。まあ、鉄砲はちょっとしか買えないか。まあいいでしょう。で、もうそういうことであれば赤松は兵糧をもらってもう一回同盟を結んでおきましょう。そのチャンスをあげよう。でだ。最前線基地になる場所には武将を配置しておきたいんですが、もうそんなにね、言ってもこっちの島津と合戦を行う予定はないんで、北条に注力していきましょう。そのため、武将は一応入れておく程度でいいかな。戦闘力の高い武将を入れるつもりは今のところはない。これで一応武将は全部入ったかな。そしたらこの後はまあ強いて言うなら長宗我部を攻めるぐらいですかね。まあ目的は北条になりますね。では宣戦布告していきましょう。まあ、一応長宗我部にも宣戦布告して同時に兵を出せる状態にはしておきましょうか。まあ、長宗我部も今ね島津と合戦中なのでそんなに兵をこちらには出せないんじゃないかっていうそういう目論見のもと大軍を派遣していきますか。長宗我部軍これ兵数14万とかとんでもない数になるな。進め。で、肝心の北条側なんですよね。北条側ここは軍を2手3手と分けて進めたいので、島津軍が勝つよね、ここは。
で、長宗我部の援軍が来るけど、これも島津軍が勝利すると。であれば、島津軍が長宗我部軍は圧迫してくれてる今、九州の、ここで信長に対して宣戦布告か、よしさ。やってくれるぜ。兵糧めっちゃくれるのはありがたいんだけど、今島津と戦う余裕はないので、島津に対しては和睦を申し入れたいけどな、ちょっとその余裕もないか。島津軍の動きをちょっと見極めましょう。岩屋城に軍勢を出してくるんだな。であればこれを迎え撃たなきゃいけなくなりますね。ただ逆に島津にここで通撃を与えることができれば、というところにもなりますよね。まずはじゃあ交渉で、上杉と和睦じゃないや、同盟の延長を申し入れておきたいけど、敵視してくるの？意味がわからんわ。ここで敵視してくる意味が。親善も聞かないかな。あ、親善は聞くね。だって婚姻してるもんね。まあいいでしょう。それよりかはどちらかというと、岩屋城に兵を集めておかないとまずいことになるな。先に行くぞ。ついてこい。今同時に島津、長宗我部、さらに北条と戦ってるんで、収拾がつかなくなる前に少し各国との合戦の状態を確認しておきたいですよね。そしたらまずは疫病被害を食い止める西洋医学、さらには土作りが良くなるっていうことであればこれも入れておきましょう。で、福島正成、井伊直政、まあこの辺りはかなり戦力がアップしますね。謙信と今戦うつもりはさらさらないんだよな。ここは任せちゃおう。よし、島津軍撃破したな。そしたらこの島津軍で、出陣する。
構忙しくなってきてるね、各国の情勢が。報告いたします。先月の収支でございます。兵糧の消耗が激しすぎるな。それにしても、負けるか、信繁で負けるか。やられたな。まあしょうがないよな。家康が勝ってくれればそれでよしとしよう。長宗我部から下兵糧4万譲渡、これは飲もう。そうすると長宗我部に振り向けてた戦力を島津に振り向けられますね。まずは謙信と交渉でいい土台にしたいんだけど、敵視されてるっていう状態か。この敵視の状態がよくわからないよな。まあ、いずれにしても鈴木の軍勢をこのまま島津の拠点に上陸させましょう。で、北条だな。北条に向けては再度軍を上げていきましょう。3万7000しか集められないかとなると、ここは家康の軍勢にもうちょっと頑張ってもらった方がいいな。一度家康の軍勢も返そう。この城もらっていくぜ。行くぜ。で、元春の軍勢で義弘の軍勢を撃破しよう。そうするとちょっと標的をあれだな、島津に変えてしまった方が良さそうですね。北条は思ったより全然硬い。まずは武将を入れていきましょう。思ったより苦戦することが分かったので、九州には優秀な武将をバリバリ入れていきましょう。一転して。
で、もちろん歩兵もバリバリかけていかないといけないですね。まあ、島津と北条どっちも手強いんですけど、今の合戦の状況を見ていると島津の方が圧しやすいかなっていう、状況が見て取れるので、先にね島津を叩いておきましょう。で、当然のことながら歩兵もかけてこないといけませんね。島津と長宗我部が和睦か。報告いたします。もうあと多分ね 2,3 の国を取れば総武事例が出せる状態まで持ち込めると思うんですよね。なのでここはね勢いに乗じて一気に。いやちょっと待ってね、どこを取るのがいいかだよな。いざ決戦の地へ。負けるか、元春が負けるか。ここで上杉と北条もここで和睦？少しずつ戦局が動きつつあるものの、大軍を発するには少し兵の集まりが悪いですね。まあ、北条もとはいえね、並行して叩いておきましょう。北条から鉄砲戦では拒否だな。話にならない。さあ、そしたら鈴木の精鋭、これは使えるな。おそらく各国とも米がなくなってきてるんじゃないかなと思うんで、負けるか。ちょっと直接指揮を取った方がいいな。島津からか、金銭戦では講和はできないよ。こんだけ痛めつけられた以上はね。先に行くぞ。ついてこい。報告いたします。
収支でございます。小田原は力攻めにして一気に落としましょう。我が野望、何人たりとも止められぬ。行くぞ。俺に続け。さあ、これで兵糧が入ってくるので一気に北条島津戦線を拡大していきましょう。報告いたします。先月の収支でございます。取引を行います。今一番欲しいのはやっぱりお米ですね。さらに兵を起こしていきます。先に行くぞ。ついてこい。蹴散らせ。この城もらっていくぞ。行くぜ。先に行くぞ。ついてこい。さあ、信長が城を取ったんで、信長の軍勢7万をさらに、どうする？八王子ぐらいまで兵を進めましょう。八方はどう？落とせる。5万の兵だったら落とせるね。よし、ここでようやく総武事例が出せるけど、北条と島津にもう一発かましてから行きましょう。もうね、豊作もこれといったものはありませんからね。政略コマンドっていうのを行えば、蹴りがつけられるという状態まで持ってきたので、この後は、最後にね、通撃を加えておきましょう。本当に総武事例、これをやる前に島津と北条にもう一合戦挑んで決定的な状態にしてから終わりましょう。信長もね、ここはもう強行にしていきましょう。では江戸城へと兵を進めていきます。
義久はさすがに強いな。江戸城をじゃあ取るところまではこのままプレイをしていきましょうか。お、勝ちは揺るがないと言われた。これ初めてのパターンじゃないですか？勝ちは揺るがないよって言われてる状態での敗戦は。そしたら、岬に渡りましょう。家康の本体は。よし、これで江戸城も落としましたね。さあ、では総武指令を出してクリアにしていきましょう。はい、というわけで信長の野望大使、ここまで信長プレイ進めてきましたが、今回が最終回ということにさせていただきたいと思います。最後までお付き合いいただけた方本当に、ありがとうございました。実は僕もですね、信長の野望大使のエンディングを見るのはこれが初めてなので、ちょっとこのままねエンディングの方は見させていただきたいというふうに思います。で、他のプレイ、もちろん信長の野望大使、あとは戦国立志伝、それに烈風伝を含めた過去の信長の野望のプレイシリーズに加えて、帝徳の決断だとか、あとはハーツオブアイアン、その他パワープロ等々プレイをしていますし、あとは他の変わったものというところでは、同じチャンネルでミカミックスがね、いろいろやってますんで、興味ある方いらっしゃれば、ぜひぜひ他の動画も覗いていっていただければ嬉しいなというふうに思います。あとはツイッター等々でね、動画の公開情報とかプレイ状況をお伝えしていますんで、お時間ある方いらっしゃればツイッターの方もね、合わせてご参照いただければいいかなというふうに思います。では、信長の野望大使、信長プレイ、最終回、ここで、終わりにしたいと思います。このままエンディングの方は流していきますので、お時間ある方いらっしゃれば最後までお付き合いいただければなと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。